おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえりさんちようこそ。今日もね、くだらないお話をしていこうと思っております。くだらないというか、まあちょっとね、不思議に思ったなと思ったことを、まあ今日はお話ししていこうかなと思っております。というのもね、まあこういう感じなんですけど、あのね、よくさ、主婦の方だったりとか、まあお父さんが、まあ、行方不明になるっていうのは、まあ、少ないかなと思うんだけど、やっぱね、主婦の方が、まあ、行方不明になってしまって、まあ、10年以上経つ時ってあると思うんですけど、この前ね、その YouTube じゃなくて、YouTube かな、まあ、Yahoo かなんかのやつで、〇〇県主婦失踪事件みたいなのを、まあ、特集というかさ、まあ、そういうのが書かれているのがあって、で、まあ、〇〇さんのお母さん、〇〇バツバツさんって出てたんだけど、まあ、お母さんが探すのは、ね、自分の娘だから、ね、生きて帰ってくるまで、まあ、生きて帰れなくても、まあ、その一部が帰ってきてくれたらなっていうのがあるじゃないですか。気分としてはね、帰ってきてほしい、認知 し続けてほしいっていうのもあって声を上げていたりとかするんだけど、その間、旦那さん、お子さんって、表に出てこないことが多い。まあ、小さい頃は、まあ、しょうがないとして、もう、高校生、20歳超えの時に、超えてる場合が多いじゃないですか。もう、何年も前に、取材してて。旦那さんって何してんだろうね。やっぱ10年15年経ってると、ちょっとね、嫌な言い方をすると、やっぱ心が離れていくじゃないかなって思ってて、でお父さんお母さんは本当に申し訳ないんだけど、もう行方不明になって10年近く経つ、15年ぐらい経つ。もうね、これ以上探しても、多分帰ってこないだろうと。まあね、旦那さんの心の変化っていうものもあって、本当に申し訳ないけど、このままずるずるいるよりかは、ちょっと、なんて言うんだろう、一旦、切ってって言い方もおかしいけど、ちょっと、娘さんとは、ちょっと、席を離れたいっていうような、考えになってもおかしくはないかなと思うんだよね。でもちろんね、まだ好きで探してるっていう人はいると思うんだけど、やっぱり心の変化っていうのはあって、その間に他の人とお付き合いをしてしまったりとかしてて、でそっちの方に心がいってしまって、まあ、お子さんもね、やっぱ旦那さんの方に真剣というか、そっちの方に行ってしまって、結局は、ね、こんなに探しても15年経ってもね、出てこないんだから、
最悪の考えになってもおかしくはないよねっていうどっか思ってて、それだったらまあ見えにしましょうかって話になって、他の方とお付き合いをして結婚されてんじゃないかなって。だいたいその旦那さんって出てこないことが多いなと思ったんですよね、そういう取材の中で。まあだいたいその他なんか、行方不明になった主婦の方のお母さんだったり、まあ、親戚の方が多く取材されてて、どっちかっていうとね、旦那さんの方の旦那さんだったり旦那さんのお父さんお母さんの取材っていうのはなんか少ないなと思って、思ったんだよね。まあこれはね、私の感想なんで、感想というか、ね、そういうのを見ててなんで旦那さん出てこないんだろうって思っちゃったわけですよ。まあもちろんね、あの探しているご家族もあったりとかするんだけど、やっぱ心を離れてしまっていてるけども、まあね、惰性と言ったら怒られるけど、そういう感じになってしまってるのではないかなって。ただね、他の方の方に心が行ってしまって、まあ家族、別にね、家族を作ってしまって、だけど言えなくて、まだね、戸籍上つながっているわけだからさ、まあなんとも言えないなと思いますね。どうなんだろう、そういうのが出てこないのはなんか不思議だなと思って、まあ、もちろんその取材をね、旦那さんの方に、取材をしたんだけど、結局はその同じ記事に載せられないなんかがあるのか、なんかね、面白くないって怒られるけどさ、なんかあるのかなって疑いたくなっちゃうね、その記事に対して。なんで旦那さんの方が取材かけないんだろうとかさって思っちゃうんだけど、どうなんだろうね、本当はね。やっぱ離れていってしまってるから取材できないっていうのもあるし、まあもちろん取材拒否をしている可能性もありますけどね。心静かにこう一生懸命やってるんで、ちょっとこちらには取材かけないでほしいとかさ、まあそういう話し合いをねして、あの離縁しましょうって、あのもうまだね若かったりとかすると、30代ぐらいだと旦那さんがね、もうこれからずっとね縛られてるもんなんだから、その奥さんの方のご両親だったり親戚でね、まだまだ人生があるし、ここはちょっと入院してでもいいですから、別の方とお付き合いして結婚された方がいいと思いますよみたいな感じで、多分あの中にはいらっしゃると思うんですよ。まあ、あくまでも推測ですけど、私のね。で、まあ大変なのは子供かなっていうのはありますね。だってね、お母さんもいなくなって、ね、お父さんお父さんで、ね、そのお母さん奥さんとさ一緒に一緒にいなくって離れちゃって、離婚というか、まあ、そういう感じになって別の人とね結婚して、まあ揺れ動く
なーって思っちゃったりそことかするんだけど、私だけでしょうかね。まあね、行方不明でね、結構生きて帰ってくることが少ないかなと思っちゃって、まあ、この動画が出る前にね、別の動画があって、で、あるね、その行方不明者、もう十何年も行方不明だった、女性2人がね、海の中にいて、それはもう殺されてそっちの方に海の方に行ったのか分かりませんけども、そういうので見つかったっていうねことがあったんで、もうお亡くなりになってしまってることが多いのかなって思っております。まあ、ご家族はねそういうことを考えてほしくない、言ってほしくないっていうのはありますけど、まあね、本当に旦那さんが出てくるの少ないなと思って、記事として皆さんどうでしょうかね、もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。